館山に新しい風を皆さんと起こしたいと活動しております。室敦美でございます。今日で日曜街頭演説180回目になります。とっても風の強い中、今日はお届けしております。先週は皆さん、本当に日本中が歓喜に沸きました。サッカーで日本がドイツとスペインを破るということは、選手以外ほとんど皆さん観客の方は想像もできなかったということで、奇跡が起こったと言われています。みんながもう絶対ダメだと思うことができる、そんな奇跡を起こすことで、本当に周りの方がとっても元気をもらえる、そんな瞬間でした。もちろん選手とか関係者の皆さんは絶対勝つというつもりでやってらっしゃったでしょうし、それに向けて厳しい訓練もしてきたということは想像できますので、奇跡でもないということも言われるかもしれないですが、まあ、そういうことを知らない一般の方からすると本当に奇跡以外の何者でもない、そういう奇跡的な皆さんが諦めていることでも頑張ればこんなこともできる、そんなことを私も皆さんに多少なりともお見せすることができないか、そんなことをいつも考えています。なかなかそんなにうまくはいかないことばかりもたくさんありますが、せめていろんなことを一生懸命やっている姿で少しでも、まあ、元気になってくれる人がいいなという思いです。まあ、そんな中、今日お話ししたいのはちょっとがっかりするお話ではあります。館山の市長選挙の時に投票率を上げようという企画をしておりました。私は、まあ、当事者でもあるので、前面に出ることはなくて、仲間の皆さんが一生懸命動いて一緒に動いてくださった、まあ、そんな企画です。投票率を上げるために全国的にも選挙割という選挙で割引の割ですね、選挙割という活動が行われたりしています。選挙に行くと、選挙に行ったよっていう証明書をもらうことができます。この証明書をお店、いろんなお店に持っていくと、そう協力してくれるお店からいろんなサービスが受けられる。例えばドリンク1杯無料ですよとか、お買い上げ 10% 引きですよとか、まあそんなことです。まあ、そういったお店を探していくということも、まあ手間もかかることですし、あるいは販促物、ネットでホームページを作る、そんなことにも多少のお金がかかったりもします。そういうこともみんな有志で、とにかく投票率を上げたい、そんな風に考えてくださる皆さんと一緒に、やってきた企画でした。まあ、残念ながら知らないっていう方もまだまだ多くて、あるいはネットで見た方がそれは、まあ、市がやっていることじゃないかと思った方もいらっしゃると思います。まあ、本来はね、こういう動きも市でやってくれるといいんですけど、なかなか動かないかなと思って、有志で行った企画でした。まあ、その結果、投票率はでもなかなか上げることができなくて、今回も 51% ということで、半数の方は投票に行っておりません。協力してくださったお店、こういうキャンペーンについてもいろいろ賛否両論がありまして、そんなもので釣るようなことをしてもしょうがないんじゃないか、投票っていうのは、まあ、権利なんで自分たちが行くことでそれにプレゼントってどうかなっていう、そんな意見もございます。私としては、まあ、とにかく何でもいいからまずは選挙に行くっていうきっかけにしてもらって、で選挙に行こうとなると、じゃあ誰に投票するか少なくともいろいろ考えると思います。でそういうことを通じて、選挙にあるいは政治に参加するってどういうことなのか、そういうことを踏み出す一歩にしていただきたいなという思いでやっていたことです。また参加店の方からも、
で、そういうちょっとした行動を起こす方にご褒美があってもいいんじゃない、まあ、そんなことをしたいなっていうことも言っていただきました。で、そのことでちょっと悲しい出来事があったんですけど、伊勢屋さんではあのお団子2本サービスということを書いてくださってました。そし普通はというか、まあ常識的に考えると何か買ってお団子もちょっとサービスしてもらおうということになるんじゃないかと思ったんですが、まあ、そうではなくてお団子だけもらいに来る方もいらっしゃって、それも1枚ならいいんですけど10枚ぐらい紙を持ってきてこんだけくれって言ってきた人がいる、しかもそれは1人ではなくて複数いましたということでした。そういうことをするとお店にとっては非常に大変なことで想定外のことで、でも1人1枚にしてくださいって言うとそんなことは書いてないからいいだろうっていうふうに言われたそうです。まあ、こういうことが起こると確かに書いてなかった方が悪いかもしれませんが、そこはどういう背景があってこういうことがやっているのか、誰がじゃあそのお金を出しているのか、そういうことまで考えてもらうとそんな言葉は出てこないんじゃないかなと思っています。まあ、これは常識なんじゃないかと思うけど、常識は人それぞれという方もいらっしゃいます。だけど、まあ、こういうことは書かなくてもそれぐらいのことを思いやってもらえる、そんな社会に私はしていきたいと思っています。まあ、次回もしやることがあればもちろん注意書きあるいは、まあ、プレゼントの仕方も考えなくちゃいけないかもしれないんですけど、まあ、理想的にはそんなこと言わなくても、まあ、お店に行くこともお店の応援にもなるし、お店で買い物をしてでもちょっとだけ、まあ、ご褒美的にプレゼントもらえて嬉しいなって、まあ、そんな輪が広がっていくようなことを私としては目指しております。で、まあ、こんな悲しいことが起きてしまったので私はそのことをネットに公表いたしました。それは公表することでじゃあ皆さんもこんなことがあったから伊勢屋さんに応援の意味で買い物に行ってくださいねって呼びかけています。ぜひこれを聞いた方もそういう背景の思い、皆さんがどういう思いでこの企画を有志でやってくださったのか、まあ、そういうことも皆さん考えていただいてちょっと伊勢屋さんで買い物をしに行っていただけるといいなと思っております。まだホームページに残っておりますので見ていただければと思います。今日は、まあ、みんなでねそういった応援し合う社会を作りたい、そのためにちょっと悲しい出来事が起きてしまったんですが、皆さんと一緒にこんなことも考えていきたいという思いで投票率アップの企画についての裏側についてお話しさせていただきました。今日は本当に風が強いので皆さん気をつけていただいて、また来週お会いできればと思います。ご清聴ありがとうございました。